ジョーン・フィールドはアメリカのバイオリン奏者、ニュージャージー州ロングブランチの生まれ、5歳からバイオリンをはじめ、フランツ・クナイゼル、アルバート・スポールディング、ミシェル・ピア・ストロラに支持。その後、パリ音楽院ではマルセル・シャイエのクラスに入り、ジャック・ティボーやジョルジェ・エネスクラの指導も受けた。1934年にニューヨークのタウンホールでデビューを飾り、 アメリカ各地のオーケストラに客演を果たした。1937年にはホワイトハウスでルーズベルト大統領隣席によるリサイタルを成功させている。また第二次世界大戦中のバレイルスド・モンテカルロのアメリカ公演ではコンサートミストレスを務めた。1965年に演奏活動から引退しフロリダ州マイアミビーチで没。アメリカンバイオリニストジョーン・フィールド・ダイド。 オンリスデイイン19882020年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年3月31日閲覧アーカイブ2012年4月3日ウェイバックマシンありがとうございます